今月三十一日投開票の衆議院選挙に向け。福岡県警が選挙違反取締本部を設置しました。福岡県警本部の捜査二課には。今日午前、選挙違反取締本部の看板が掲げられました。取締本部は福岡県内三十五のすべての警察署に設置され。野村守本部長以下、七千六百五十三人体制で取締に当たります。 県警によりますと前回の衆議院選挙では摘発はなかったものの文書掲示違反など145件の警告が出されました今回は去年7月から昨日までに立候補予定者のポスターの設置などに対し25件の警告が出されています衆議院選挙は今月19日公示31日に投開票で県警は不偏不当厳正公平な違反取締りに努めるとしています